はい、カバーチェブロカップエンジョで、今度パトカーですがね、これまあ見たまんまですけど、これレクサスのパトカー、栃木県警のパトカーなんですよね。これがなんか世界で話題になってたと。でも世界中探せばさ、いや、これもすごいと思いますけど、はるかに上回るとんでもないパトカーっていくらでもあったと思うんですけどね。まあ一応内容見ましょうか。日本にとんでもないパトカーが誕生した。でもさ、これちょいちょい、そう、なぜかわかんないですけど、これ栃木県警、これね、また内容を確認すると同じパターンなんですけど、この栃木県警、まあ栃木県の警察ですよね。18日、レクサスが販売する高級クーペ、レクサス LC を用いたパトカーを公開しました。で、この車両、栃木市在住の会社役員の男性が栃木県警に寄贈したもので、交通事故防止にぜひ役立ててほしいという思いから、昨年7月寄贈の意思を伝えられたそうですと。で、車両価格がパトカーへの改造費用も含め約1740万円とのこと。なお男性は18年にも日産 GTR を県警に寄贈している。で、この件が海外のネット上でも大きな話題になっていて、日本らしい話との声が上がる一方で、犯罪がほとんど起きないが日本には不要、といった意見も、寄せられた反応を、まあ、興味深にちょっと見ていくんですけど、なんかちょいちょい、栃木県警、このパトカー日本のスーパーカーの、まあ、ベースにしたパトカーを寄贈する人いるんですよね。確か、まあ、GTR もあったし、でその時もなんかこんなような話題になってたと思うんですよ。で、確かもっと遡ると NSX もパトカーにしてたと思うんですよね、栃木県警でね、うん、だ多分この人が寄贈したのかな。で、ここから世界中の反応ですかね。まずハワイから、あ、めちゃめちゃかっこいいじゃん。フィリピンから、あんなとんでもないパトカーに追跡されたらどんな犯人でもすぐ諦めるだろうな。で、次、香港から、あのパトカーが日本製だってことを考えると、おそらく変形機構も搭載されてるに違いない。トランスフォーマー見すぎじゃないですか。で、次、ペルーの人、ほとんど犯罪がない国なのにもったいないだろう。で、次、いや、犯罪っていう認識がない、要はルーレットの人もいるんで、あ、でも栃木県警は関係ないか、そうすると。で、次が日本在住の人、日本にはスポーツカーのパトカー多いよね、だからこっちで乱暴な運転はしないように。で、次ロシアから、私の頭にまず浮かんだ感想は美しいだった。で、アメリカの人、日本で一番有能な警察は自転車に乗ってる人たちだぞ。ああ、ある意味正解ですよね、これね、うん。で、次、フィリピンの人、クラウンのパトカーでも十分かっこいいのに、レクサスはさすがにやりすぎだと思うわ。まあ、所長のね、所長の車にされてそうかもしれないですけどね。で、次、フィリピンの人、あ、違う、日本在住の人、これでますます日本の治安が良くなるわね。コスタリカの人、エレガントかつ高い信頼性、まるで日本という国を具現化したような車だ。で、次、国籍不明の人、しかしツードアのパトカーってことは捕まった犯人トランクに入れられるのか。そうじゃないですか。とりあえずトランクにぶち込んじゃうパターンですかね。で、次、メキシコの人、日本の警察 GTR のパトカーも持ってるよ。あ、これが多分そのね、この今回レクサス寄贈した人が、あ、去年、あ、18年か、あ、寄贈した GTR ですよね、これね。で、次、パナマの人、今からでも遅くないから日本で警察官になりたい。なれないっす。で、次、エジプトの人、長い車文化の伝統がある国はいいな。で、次、ブラジルの人が、乗りたいがために捕まる人出てきそう。そんなことはないと思うけどね。タイの人、日本の警察と UAE の警察でレースしてみてほしい。あ、UAE もなかなかすごいですよね。で、メキシコの人、犯罪がない日本にはいい意味で豚に心中。で、メキシコの人、日本人は現状に満足することなくさらなる高みを目指す国民なんだよ。で、次、国籍不明の人、映画東京ドリフト見れば理解できる。どうだろう、理解できるかな。で、次、ナイジェリアの人、オーラがやばい、あんなのに後ろに疲れたらドキドキするよね。で、今度ペルーの人、資源がなく国土も狭いのに教育重視して豊かな国になった、私たちは日本をモデルにすべきだと思う。で、今度アメリカの人、頼む、このパトカーのトミカ発売してくれ。出るんじゃないですかね、多分。で、また別のアメリカの人、日本の警察からいつも品格ってものを感じる。で、また別のアメリカの人、日本の警察がついにレクサスまで手に入れた、日本らしくて面白い話じゃないか。で、また別のアメリカの人、なんでアメリカ人はこういうクールなものとは無縁なの。で、それに対して別のアメリカの人が、警察は特に予算が削られてるからね。
で、フィリピンの人、漫画のような話が現実になるなんてさすが日本だ。で、ブラジルの人、こんな美しいパトカー他にないかもしれない。で、今度インドの人、日本以外だったらたとえパトカーでも盗まれそう。で、日本在住の人、皆さんこれが日本なんですよ。で、次は日本在住の人、意味がないよ。日本で警察から逃走する車なんて一度も見たことがない。結構ちょいちょいありますけどね、ほとんどの日本人は他の国の人間より民度高いから。だからまあこれ以上追い込んだら事故ってね、他の一般のね、日本の国民に迷惑かかりそうだからって追跡を諦めるニュースとか、たまに出ますよね。うん。で、次、コロンビアの人、そもそも日本で犯罪起きるのかって話なんだが、で、次、日本在住の人は、あんな怪物に乗ってても日本の警察は優しいよ、とか、カンボジアの人、いい車だな、日本みたいに威厳のある国家にはぴったりじゃないか。で、マレーシアの人が、日本がまた世界を興奮させたね、いつか日本に行って実物見れるといいな、だそうです。うん。まあなんかこのね、実業家の人ってすごいっすね。うん。で、なんか税金があって、なんか叫び出す、ちょっとよくわかってない人がね、何人いたかな。うん。寄贈って言葉知らないのかな。うん。まあでも、なんだろう、奇特な人ですよね。うん。この会社役員の男性ですか。うん。なんでしょう、栃木県だと、なんか名物おじさん的な、なんかそういう人なのかな。ちょっとわかんないですけど。確か中東、どうでしたっけ ?UAE、なんかドバイとかあの辺だったような気がするんですけど、ね、なんかランボルギーニ、ガヤルドだかだったかなんだかをこうパトカーにしたやつあったと思うんですけどね。まああんな感じで取り上げられて、なんかちょっとした物議になって、かもした。そういうことなんじゃないですかね。うん。普通にこのパトカーを、なんかこうね、犯罪、取り締まりに、生かすことを考えたら、まあいざという時はこの怪しい車ぶつけてでも止めなきゃいけない代物だと思うんで、なあ、まあもっと汎用性のある車を数台とかにした方が良かったのかなって気もしなくもないですけどね。それを言っちゃつまんないんで、うん、それを言っちゃ野暮ですからね。うん、まあなんだろう、そうですね、2ドア犯人とね、警察官2人で乗るじゃないですか。そうするとやっぱりとっ捕まえたらね、トランクに押し込んじゃったりするのかな。ここはちょっと笑っちゃいましたけどもね。うん。まあこのパトカーに限らず救急車とか消防車を寄贈するっていいアイデアだと思いますよね。確か救急車寄贈した人もなんかニュースになって見た覚えがあるんですけどね。うん。なんかこういうね、世の中の役に立つものを寄贈するっていうのを、死ぬまでに1回ぐらい僕もやってみたいですけどね。うん。でまあちょっと興味深かったのはね、ほとんど犯罪がない国なのにもったいないだろうってペルーの人が書いてましたけどね、熊谷のこの連続殺人事件とか知らないんですかね。日系人になりすまして入国したペルーの人が犯人だったんですけどね。うん。でまあやっぱりこう注目したコメントはね、この日本で一番有能な警察官は自転車に乗ってる人たちだぞってアメリカの人が言ってましたけど、これはいいですね、よくご存知でって思いましたよ。うん。だてっきりね、こういうのはこうメーカーだから、例えば今回だったらトヨタ、レクサス、ね、だ GTR だったら日産、メーカーから寄付された、寄贈されたとずっと思ってたんですけど、違ったんですね。まあ、中にはそういうのもあると思いますけど、まあ、この個人でも受け付けてるっていうのがちょっとびっくりでしたね。だまあなんだろう、なんかそういう、こうあんまりこう水差すようなこと言いたくないですけど、なんかこう賄賂っていうかね、収賄的なね、贈収賄的なそういう扱いになったりしないのかな、ね、あでもそれ言ったらメーカーも寄贈も一緒か。うん。でまあなんかコメントでは、日本で警察から逃走する車なんて一応見たことがないとか言ってる人いましたけどね、パトカーが、ね、路地裏で、裏路地か、ね、巻かれてるとこ、結構見たことありましたけどね。うん。相変わらずこう日本のことを舐めてる犯罪者、ね、よそから来た人たち結構いますよね。うん。だってね、パトカーから逃走 してさ、ね、自爆する、ね、ちょっと頭おかしい人、決して減ってないですよね。うん。まあちょっと真面目にね、返させてもらうとするならば、寄贈ですからね、警察側の予算は微対一文使用されていないんで、税金側はもうはっきり言って論外ですよね。しかも交通事故防止のためだったら、ね、追跡員なんか使用しないっつうんで、普通にパトロール用でしたよね。うん。だからそもそも日本であのカーチェイス並みの追走とか、ほぼほぼないでしょう。だからまあこういうなんかこう海外の人たちの反応を見るにつけ、なんだろうな、価値観とかこの共有とかできなさそうな人たち、こういう人たちが日本に入り込むのはね、やっぱり改めてですけど、ごめんこう無理たいっすよね。
はい、ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。